です。追悼の鐘が鳴り、ぎっしり埋まりましたね。番組です。丸藤さんはどこが楽しみですか。はい、ここに武藤先発の高山、田上がこの社長として初めて迎える武道館です。おお、ドロップキック攻めています。ここで取れました。そして赤コーナーに振っていった。さあ初遭遇だ。タッチがかわされた。そのファーストコンタクト、ドロップキック、ショートアタック、逆水平受けた、ドロップキック、ニュータルコーナーに追い込んで、おー、ちょっと怖いですよね。先に行われた神スパイカー、今度は背後から小橋と武藤の手下切りショップ。初めて小橋が武藤を抱えて手下切り、おダブルクロスしていました。おっと場面鉄砂の外、そしておっ椅子を持ち込む、椅子を持ち込む、ヤキラが間に入って2回です。さあ小橋は高いつけて、そしておっとかかと、ああここでタッチがか見投げから、さあ武藤のエルボーを打ちました。さあ裏返して ST の早めの顔面を捉えています。腕を押し田上のハイキックかわしている。石橋があだとなったか、和田恭平レフリーがそれをほどきました。さすがですね。あそして前に、はい、です。誰もを抱えて、おっかになっている田上です。ロックして顔面締めですが、そこに武藤が入ってきた。おっと、そうですね、させて、はい、孤立した田上を逆水平チョップ、右のあたりにあった。この少し動きがいつものタもありました。ピーリーです。あダブルのえカウメコールです。ここで武藤が入ってきた。そこに高山が入った。あドラゴンスクリュー、小橋の膝、今度は左の膝、四の字に持ってきた。そしてあもう一度狙われて一本勝負。15分が経過しているでしょう。表情は変わってきた。おっとコーナーに追い込んで、さあ来ました、初遭遇の武藤に向かって挨拶回りのマシンガンチョップ。まだいくか、足を捉えて、ヘリに、ノアを守る、DDT、バックドロップに入ったところ、高山、ランニングでクリカードロップ、その田上は、ノアを守ると安心させるために、武道館大会、小橋が入ってきた、アフデルソン、エルボーで打開して、背後から、ノアを待つ、ノア落とし、上げるか、小橋返しました、さあ、三追悼大会。武道館です。その激闘を繰り広げてきた、その武道館です。ああ、投げっぱなし。おっと、チョップと膝から挟まれる体勢。がレスを作りました。落とした。ジブセメント。